しいって泣いてたんだけど、だから多分一緒にお芝居してる、なんか最近なんかうーってめっちゃ来るの、なんか普通よりなんかうーっつーみたいな、うーってなっちゃって、うーってなりすぎて苦しい。三重公演が終わったらみんなで和歌山に移動します。今日は三重県で大きいお祭りがあるみたいで、結構地元の方はお祭りにみんな行ってるからなかなか人集まらないよって聞いてたんですけど、でもいろんな方が見に来てくれてありがたいです。今日も白雪姫のドレス着てきてくれてるちっちゃい女の子とかいろいろいて可愛かった。
入ってなかったもう食べたんだ私これ。こっちだ食べてないの。コンビニで夜ご飯だって。バスの中でパーキングがいいな。うん、多分パーキング緩い道だから屋台飯とか売ってないんだと思う。閉まっちゃって。パーキングあんまお持ち帰り系じゃないもんね。たこ焼きぐらい。もりもり食べてます。
でなんか裏がパカパカするなってぐらいだったんだけど、もう親指出てきました。目ボサボサだ。